FM 読谷復興支援番組読谷から日本のために頑張ろう日本、頑張ろう読谷お届けいたします。はい、4月19日木曜日、パーソナリティの日上由紀と玉木千春です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はですね、皆さん、はい、タイトルコールだけではありません。そう、今日どんどんいきます。忙しいのよそれはなぜかというと、皆さんお気づきでしょうかね私たちツアー帰ってきたのは3月29日でしたか、はい、9日です、はいはい、でそこから番組日本はもう終わってます。終わりました。でもツアーの報告まだ終わってません。そう、全然沖縄に到着しないね。先週帰る予定だったんですけども終われなかった ね、 ね、それでやはり時間をですね、うん、有意義に使おうと思って。そうよもうあんまりタイトルのね、ずっと音楽ばかりじゃなく、そうそうそう、ね、みんなも待ってるだろうしね、うん、でもね、ちゃんさん本当に聞いてくださってる人が多くて、うん、ああ本当ですか。はい、もう本当にそう、外ね回るたんびに、えあの東高円さん誰本当にもっともっと、うん、もっと詳しく聞きたいっていう方もね、いらっしゃる。でも一旦帰ってこさせてください。まず帰ってきてからご質問をお受けいたします、ね、質疑応答は後ほどって、はい、ね、本当にこちら復興支援企画ということで、うん、ツアーの方、東北公演ツアー振り返ってみましょう、はい、行ってきたのはいつでしたか3月の26日です。そうですよ、うん、そして戻ってきたのはいつですか。3月29日です、はい、ご報告はどこまで行ってますか。ですね、3月27日終わって、はい、28日に途中までね、途中まで行きましたね。そうでした、うん、サンサカフェ、あ、そうそう、油麩丼あれね、サンサカフェのね、その宇都宮さんっていうね、うん、私たちのことを迎え入れてくださった方々いたでしょ、はい、ね、あけみさんとおっしゃるんですけど、はい、彼女がねブログに上げてくださってましたよ、うん、沖縄の方すごいと、うん、何って、うん、ウェルカムの気持ちでかけてたビギンの曲が島内の宝になったら突然みんなで歌うわ踊るわ指笛は鳴るわ、びっくりしましたって。本当ですよね、こんなこと書いていいんでしょうかっていう文章とともに書いてあったけどいいんですよ、ね、書いてこれがね沖縄って。そうだね、でも本当にあの空間沖縄に戻ってましたね。そうだね、そしてなんか不思議だったんじゃないですか、うん、だって、うん、島中の宝しか私たち練習してなかったのに確かに島中の宝しかかからないのに、かからなかったですよ ね、 うわ、ね、歌ったんですよ皆さん、運命ですよ ね、 ね、きっと、はい、そうでした、うん、少しずつね、この間早くに終わらせようと思ってちょっと飛んでみたけどねもう一回戻ろうかな飛ばしすぎたからね、 ね、午後お昼ご飯の後でしたよ、はい、その後に行ったのは雄勝町というところです、はい、覚えてらっしゃいます、はい、忘れたとは言わせないけどさあんまり報告長いからですよ、ね、さ、この雄勝町でですね、うん、あのすずり石のものをね、そうそうそう、皆さんツアーでたくさん買ってましたね。すずり石っていうのは皆さん、うん、リスナーの皆さんもね、まあ、ご存知の方もいらっしゃるでしょうけど、はい、お習字する時のすずり、墨をするね、すずりね、はい、そのすずりの元になってる石ですよね、うん、だからすずりはそのすずり石を削って勾配をつけて、うんうん、炭をするところを作ってね、はい、っていう風に使うわけですね、うんうん、そのすずり石を、うん、が取れるところが雄勝町というところです、はい、でそこに行って、うん、まあ、これすずり石って重いんですよ、石だから。そうですよね、一枚岩って言ったら畳ぐらいあるんじゃない、うん、そんな畳ぐらいの岩のところ、うん、そこのところが全部流れたわけです、まあ、当たり前ですよね、車だって建物だって流されてるぐらいだから、うん、まあ、想像は難しいことではないかもしれないですけど、そしてその流されてしまった、岩は砕けてしまったわけですよ、うん、でも砕けてしまったら普通はすずりにならないですよね。ならない、ならない。でもそれを考えてくださった方がいたんですって、うん、大学の方々って言ってましたよ、うん、地域のこの復興のためのね、うん、研究をなさってる大学の方々が来てそれを拾い集めて加工しようと、うん、そしてペンダントトップ、はい、それからストラップ、うん、ね、1000円ぐらいから売ってるんですよね。そうそう、素敵なの、ま、た素敵だった、見たでしょ、話してるの見た、何してた、絵描いてたんですよ、びっくり、あれ美術の先生じゃないわけよみんな言ってましたもんね、上手じゃないでも上手、本当に上手なんですよ、好きな人たちなのかな、ね、私描けないけどね、あのチャルさんからいただいたのは、うんうん、あの椿の絵みたいな、ね、うんうん、とても可愛らしい赤い花の絵だったんですけれども、うん、実際にまた私も足を運んで、うん、見たら本当に絵と、そう、絵ともだし、ネズミから、ね、イノシシから全部自分家の犬みたいなとかそう、ね、
とっても上手でしょ、みんな上手だった。しかもあのすずり石をちょっとね小さくしてなので、うん、大きさがね、大きさ親指と人差し指丸下ぐらい、そうそう指ね、このぐらいが、うん、まあだいたい平均かな、うん、もうちょっと大きいのもあったし、ちっちゃいのもあったけど、うん、ね、それに書くんですよね。上手よね、本当に本当に本当に拍手ですよ、ねえねえねえ、もともとやってた人たちなのかなと思ったら違うんですよ、うん、皆さんもうこの復興のためにって言って頑張った方々で、うんうん、まあ、確かにだんだん上手になっているっていう感じはあるね、うん、でもあの絵を描く人とね、うん、あとその穴を開ける人、このすずり石に穴開けるの難しいわけですよ、うんうんうん、ポリンって簡単に割れてしまって、 でその成功した分だけを残してって絵を描くわけですけど、うんうん、絵描いて今度このなんていうの、紐、うん、紐がね、皆さんただの麻紐みたいなベロンって言うんじゃないの、じゃないじゃない、ね、あのリリアンみたいな、じゃない、あの質は材質は違うけどなんていうの、リリアンみたいに編んでるよね、こうやってね、編んでるよね、うん、あれもびっくりした、なんかあの螺旋階段みたいなのがついてるでしょ、そう、みんないろんな模様をまた作るんですよね、ねー、びっくりだな、見たい人、見たい人 FM みたいに来てください、あるよあるよねー、みゆきちゃん持ってるからはい、ねー、うん、見せるだけねだよね、写真撮ってもいいよ本当に、本当にでも ね皆さん頑張ってる、頑張ってた、うん、なんかそしてさ、最初はね、うん、あれでしょ、女性だけでやってたんですよ、あ、そうなんですか、うん、この間行った時は男性も混じって書かれてる方もいたし、絵を描いてましたよ、うん、ねえ、あとはわかめとか、うん、松本とか、そう、あ、ジャルさん、うん、松本みんなやっぱ知らなかったんですよ、どこで、沖縄持ってきて、やっぱり見たことないもんだって、松ですよね、うん、私も松、皆さん松も知ってます、松も知らないですよね、松も、うん、ね、ちょっとですね、本当にあの見た目はちょっと乾燥わかめみたいになっててですね、でも、うん、あのおつゆに入れると本当に海藻、うん、なんかさ、うん、この表現がいいかどうかは別だけど断ってから言うと、うん、あの分かりやすく言うとですよ、木馬尾の葉っぱみたいなんだよね、あはあ、わかるでしょ、あねえねえ、何人ねん、ほんとそう、そうだそうださ、ね、あんな感じに細い細かくなってて、うん、それのもうちょっと青々したバージョン で、うんうんうん、でもちろん木馬尾の葉っぱは食べないけども、うん、松毛は食べられるわけですけど、うんうん、そしてそれが乾燥している状態だと、なんていうのかな、海苔の状態、うんうん、板の海苔の状態になっていて、あれを炙って食べてもいいし、うん、炙ると香りが良くてね、私たちいっぱい食べさせちゃいました、ね、もう口いっぱい食べさせていただいたけど、うん、炙ってもいいし、うん、それとあとお味噌汁にパンと放つとまた香りが立つという感じで、うん、ね、美味しかった、そういったのも作ってらして ね、あの小学校の校舎で作業してらしたじゃないですか、うん、皆さん方、うんうんうん、あそこも津波襲われてきてはいるんですけど、うん、上の方が大丈夫だったということで、うん、上の階の方に宿泊施設もっていうか、あの辺泊まるところがないから、うん、ボランティア活動に来た人はあそこに泊まったりとか、うん、そういうこともしてるみたいですよ、うん、そうですよ ねでも本当にあの校舎の中をですね、うん、見させていただいたんですけれども、うん、ある一角放送室とか、うん、またトイレとかはですね、うんうん、皆さんに見ていただくためにこの津波が来た現状のね、うん、そのまんまを触らず そ、ね、そのまんま残してありますから残してあった、ね、見てくださいと言っておりました。あ、もうこれもね、見た瞬間も本当に言葉、いや、あまりに周りが片付いているからなおさらそのギャップがあって、そうなんですよね、うん、こんなだったの、このちっちゃいお手洗いだけじゃなく、うん、全部がこんなだったのっていうことよね、うんうんうん、本当にガラスとかも本当に窓ガラスね、外から入ってくる津波で窓ガラスが割れ、割れてね、でこの窓ガラスも下に散乱し、でも中も、うん、もうドアも本当にここにドアあったよねっていうぐらい、そうだよね、 あれもすべてが歪んでたし、そう、うん、この津波の勢い、本当だね、そしてもうこの押し寄せた力っていうのは相当の力で来たんだなっていうことをですね、本当にツアーの皆さんも本当に口々にね言ってたんですけども、あれを見た時に本当に驚きました ね、うん、まあいろんなこの被災地に、いろんな方が足を運んでいまして、うん、で、まあ、もちろん私たちのようにね、こう応援ツアーということで行ったり、うん、あるいはボランティア活動ということで行ったり、
いらっしゃいますけども、うん、この雄勝町は中尾さん、はい、ねじねじの、うんうん、中尾さんご夫妻がね、うん、よく行ってらっしゃるんですよ。うん、うん、それで中尾さんもほら沖縄にも住まいがおありでいらっしゃるでしょ。そうですよね、うん、だからあまた何かご縁があったねじねじね、うん、わかりやすいけど、ね、中尾明さんそう、ねうん、そうそう、うん、ね、なんですよ奥様篠さん、あ、はいはい、うん、とご一緒にね来てくださるということで、うん、あとはなんだっけ杉良太郎の奥さん誰だった、あ、古代、そうそう夏子さん、夏子さんね、うん、あの方もこの間来てたって言った、うん、言ってたし、やっぱ嬉しいです ね、そうそう、みんなの励みになる、とってもね、だって私たちだってそうじゃない、うん、芸能人ちょっと会ったりとかしたらさ、もう その話でもちょっと持ちきりになってね、別に知り合いでも何でもないのにあったんだよとか言って言っちゃうね、自信がつくっていうのかな、そうそうそう、ね、うん、後押ししてくれてると思う、うんうんうん、それもちょっとすごくその場の皆さんの顔を見てて感じました ね、うん、ね、あ、中尾さん来たんだよとかとかをね、うんうん、見せてくれる顔がとっても嬉しそうだったから、うんうんうん、そういったのも思いましたし、うん、でここでいろいろ案内してくださったのは清水寛治さんという方です、うん、はい、でこの方のお宅にもねお邪魔させていただいたんですよ普通こんなたくさんの人数をお家に呼びます、ね、呼ばない呼ばない、入ってきてうち来るぐらいのそうそうそう産んでうちさ来たら行っちゃうって言われてから産んでいっかみたいなねそうそう、なんもないけどってもう何も出さないでいいですよお父さん一人なのにだって ね大変なのに、この清水寛治さんは漁師さんでいらっしゃいますけども、うん、はい、まあ、あの雄勝町 その自宅のところで被災したわけではないんですが、うん、もう命からがら大変な思いをして自宅まで帰ってこられて、うん、で自分の家がちょっと高台にあったということで、うん、ともうその下の方はねみんな全部ダメだったから、海のそばはダメだったから、うん、自分のお家をみんなに開放して、うん、30人ぐらいの避難所を自分たちで動かしてた方です、うん、これも本当にありがたいですよね、うん、まあ、若い人たちもたくさんいたからできたとは思いますけど、彼はもう72歳でいらっしゃるんですよ、うん、まあでも若々しいからね、うん、あれだけど、でも大変だったと思う、うん、奥様もおっしゃってて、うん、もうやっぱり大変だったとはおっしゃってた、30人、うんうん、そしてまたボランティア活動の人が来てもボランティアの人たちも最初はテントとか持ってきてくれてたけど、うん、雪も降ったりとかするから、うん、あ、もううち入ったら行っちゃって言って入れてあげたって言ってましたけど、うん、そう、もう今でもね、うん、ボランティア活動の人が今でも泊まりに来る、そのためにねわざわざ山形から帰ってきたりするんですよ、言ってましたね、清水さんなんていい人なんだろうね、本当でも嬉しいってみんながこうやって忘れないでいてくれることが嬉しいっては、うん、清水さん言ってくださいますけども、うん、うん、でもこういった地元の頑張ってる人たちがいて初めて私たちのボランティアの力がつながっているということも忘れてはいけません、うん、そうですね、私たちだけでできるもんじゃない、うん、私たちの気持ちがいくらあっても、うん、行くべって言ってただ行くだけではダメ、本当、うんうん、ね、分かったような顔して話をしてみても、ね、お前なんかさ分かっかって、うん、ね、お前に分かるか本当にって言って言われたら終わりだけども、現地にそこに返してくれる人がいるだけで、うん、私たちのやってることがちゃんと実を結ぶということにつながっていくわけですよね、うん、ありがたい、でも本当にありがたいですよ ね本当にね、だってボランティアの行った方たちもやっぱり安心ですよね、うん、こういう受け入れてくださる方がいるっていうだけで、だ、ね、本当に30人もあのお家にいたとなると、そうよ、びっくりしますよ皆さん。駐在さんもいたって、あ、言ってました ね駐在さんは、うん、お腹大きくて奥さんがね、で大変だったから、うん、みんなとわさわさしては大変だと思って、うん、新婚さんだから、ね、一部屋やったんだ、私もそれだけ頭に残ってました、おいたんだそうそう、なんかね笑う話じゃないかもしれないけど、でもね、うん、ほのぼのとしたその気遣いがまたね、うん、そんな大変な中でも、うん、そうやってみんなで融通し合ってるってことが素晴らしい、その普段からのつながりがどんなに温かい人たちなのかということを思いましたけども、思いましたね、ねえ、さあチャルさん、はい、まだ終わらないですもう番組はもうねこの15分で終わろうかと思ったんですけどもね、もうちょっとだ、大丈夫だ、ね、まあと終わりで、でもちょっと、ね、ちょこっと話せるかもしれないし、ね、さあ、うん、今日ゲストが来てるんですよ、あ、そうなんだよ、久しぶりにお会いしちゃった、ねえ、でも元気そうで、そうとっても嬉しかった、い、はい、ね、さあまたね皆さんいろんな情報もね、そうだね、お届けいたしますので、沖縄暮らしも板についてきた、あららら、お二方でございます、どなたでしょうね、はい、じゃあそれではコマーシャルの後楽しみに、ね、皆様に、ね、しててください、お伝えしたいと思います。
読谷復興支援番組読谷から日本のために頑張ろう日本頑張ろう読谷お届けいたします。帰ってこれなかったから、これはもう横に置いといて、いいて素敵なゲストの話にしましょうね。はい、そう、うん、今日ね素敵なゲストをですね招きしてるということで、はい、本当に久しぶりなんですよね、私たちも。ねえ、さあこちらですね、もうあの聞いた方もねいらっしゃると思いますけども、まず特地のですね防災訓練の時に。はい、そうね、徳地近辺の皆さんはもうご存知だと思いますけれども、ね、この震災のお話などもしてくださいました。そして今あの読谷村の木南の方に住んでます、こちらねいわき市あの小名浜の方からね来てくださいました佐藤陽一さんと佐藤和恵さんです。はじめまして、こんにちはもう皆さんのことは私たちでもラジオでも放送していたから、ね、ああ、そうそう、あでもね名前だけじゃ分かんない、何に皆さん食いつくか分かりますか。皆さんやっぱ食べ物好きでしょ、甘いもの好きでしょ、はい、そうこちらね空の風と書いて、はい、空風のチーズケーキ、チーズケーキ、紅芋のね、そうそうそう、あの上にフォ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 乗ってる、そうそう、上にフォ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 フレークね、そうそういいな、あの上にフォフォフォってねね、そのチーズケーキを作ってくださってます、はい、こちらですね佐藤ご夫妻を今日お招きいたしました、はい、じゃあ早速お声を聞いてみましょうよ、はい、さあそれではちょっと自己紹介などやっていただきましょうかね、陽一さんお願いします。譲り合いで仲睦まじいです。はじめまして、はい、佐藤です、はい、で読谷の皆さんには本当にもう親切にしていただいて、とにかくもう感謝の一言でありまして、で私本当に話すのが苦手で、ですから、この前 の、 防災訓練でも、その、ギリギリでちょっともうどうしてもダメになってしまった、でなんて言うんでしょうね、今現在PTSD、はい、ということで通院もしているんですけれども、なんていうのかな、結構当時のことというのが、もっといろんなひどい方もいらっしゃるんですけれども、はい、こうやっぱりこう例えば、集団を目の前にすると、その避難所に見えてしまったりとか、あととにかく、夜寝ていたりしても、なんて言うんでしょうね、その布団が何かこう、屋根瓦のような感じに思ってしまったりして、で飛び起きてしまう、で今は本当にもうケーキを作るこの、仕事にも打ち込むことができて、でおかげさまで本当に皆様にも喜んでいただいているようなので、とにかくもう これからは、その辺をなんとか賭場口にしてというか、あとはこうなんかいろいろこうつなげていけたらなと思ってますけれども、いやーケーキの話出てるねえ、チャロさん食べました？陽一さんバッチリですよ、そう陽一さん問題は私まだケーキ食べてないってことですみゆきばっかりみゆきばっかりおかわりして食べてからに、はい、でもね本当に美味しいんですよチャルさん、もうよちさんとですねかずえさんがもう本当に気持ちを込めて作ったこのチーズケーキ、そしてまたゆみたんにね来てくださって、またこのチーズケーキにもゆみたんらしさが本当ですよ、ね、出てるのがねすごく、これ、どなたのアイディアなんですか、この今のこのフレークをかけようと、よちさん、あこれはですね、私は私なんですけれども、ただまだこういろいろ改良の余地があって、こうなんそうですね、もっとこうなんて言うんでしょう、もっと一体感を
出すみたいな、うんうん、そんな感じで今、うんうん、改良をしている。あ、楽しみですね。丸2みたいな、チーズケーキ丸2が出るねえ、そうですよ ね、 ね、あ、和江さん、はい、あ、和江さんもぜひ自己紹介、うん、お友達もいっぱいいるからね、はい、あれでしょうけども、うん、あーってみんな待ってますから とっても緊張してます。いやいやいやそう本当です、はい、あんまり普段と変わらなく見えますよ。大丈夫、はい、どうぞ。あのいわき市小名浜っていうところで被災して、うん、沖縄県へ移住をしてきました、うん、佐藤です。で、もともと読谷はあのおばあがいて、うんうん、それでその古民家なんですけれども、おばあが住んでいた家を私たちが住むことになって、うん、それで何かできることないかなと思って、うん、で、うちの人がもともと調理師で、うん、もう18からずっとやっていたので、うん、それで、いわきの方でカフェをやっている時にとてもチーズケーキが人気で、それで、コーヒーセットで出してたんですけれども、うん、それが、こうまた食べたいっていう話をいわきの方から聞いて、うん、それでなんかここで作って販売できないかなと思って、それで読谷村だし、うん、紅芋をトッピングしたものを、うん、今少しずつなんですけれども、うん、いわきの方にも送っています。本当ですか、はい、送れるんですか、冷凍、冷凍で送ってます。なるほど、あ、そうするとね、ちょうど落ち着いて冷凍のを、ちょっとぐらい机の上に置いておくと、はい、ちょうどいい、お茶の時間にちょうどナイフが入るぐらいになるみたいな、はい、あいやーもう想像しただけであいや食べたいねー、あー、そうなんですね、まだまだじゃ進化するということで楽しみですけど、これ陽一さん1日10個限定じゃないですか、ちょっと、申し込みの時とか例えば日にちとかが分かってたらもうなるべく早くに予約がいいわけですよね。あ、はい、もちろんそうですよね、はい、もう皆さん10個限定さあ、ねね、1800円。あ、もう一つなんか書いてありましたよね、何でした、何が1700円になったんでしたっけ。あの紅芋が乗ってないのが、あ、そうだ、うん、もうチーズケーキだけ、うん、チーズだけっていう風になってたら1700円でと、うん、いうことで、うんうん、でも結構大きいですからこれ、みんなで大きいですよ、結構するのにね。え、さあ、チェルさん、このですね、はい、工夫のチーズケーキ、うん、これだけじゃないんですよ、うん、なんと風の便り、うん、皆さんもう耳覚えありますよね、うん、こちらこの紙版でね、うん、最終号って出てたんですけど、うん、その最終号を飾ったのがこちら工夫なんですよ。そう、こんなにでかく、わーすごいでしょ、高さ7センチの、ね、うん、みんなこうやってるよ、今ラジオの前で これぐらいかなとね、これ勇気と希望のチーズケーキ、うん、奇跡を呼べと。さあ、こちらですね、この佐藤さんご夫妻なんですけれども、はい、チャルさんもね、お名前知ってると思います、うん、稲垣先生、うんうん、稲垣先生がですね、はい、この初めてこの沖縄ですね、支援をした方が佐藤さんなんです、うん、あ、そうなんですか、はい、あれ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 、そう、あれあれあれ、この前私も初めて知りました、本当本当、うん、あ、こんなにつながってるんだと思うと ね、 そうですね、そして最終号に、うん、ここに佐藤さん登場と、登場したんですよ、すで、稲垣先生が書いてるんだコメントしてるんですよ、いやいや、すごいよ、すごいでしょ、ね、稲垣先生には本当にお世話になって、うん、もう何にもない状態で何をしていいかわからなくて、うん、で家も被災して瓦礫の下になって、うん、それで物もないし、うん、で稲垣先生にいろいろこう相談したりして、うん、それでだいぶこう勇気をもらいました。うーん、稲垣先生はどういうふうに知り合ったんですか。まず最初に新聞、うん、こうホテルに、うんうん、最初泊まってたんですけれども、はいはい、そこで新聞を見て、うんうん、稲垣先生のボランティアのところが天仏にあるって聞いて、うん、それでいろいろこう
今の不安な気持ちをっていうことで伝えて、はい、だいぶ力強く、うんうん、そうですよね、はい、だって当然のように誰も知らないところに来てるっていうね、うん、まあ、もちろん風さんはまあ知ってる方もねここにいても、うん、でも長く会ってなかった人にどこまで全てを打ち明けるとか、うん、何を言っていいのかっていうところありますもんね、うんうん、本当ですよね、うん、そういった話もちょっとまた ね引き続き、はい、伺わせていただいていいですか、陽一さん大丈夫です。 ありがとうございます。いや、もうぜひ伺いたい、うん、みんな聞きたいんですよ、うん、でもこんなやつあれですけど何聞いていいか分かんないんです、きっとみんなね、うんうん、そうです、うんうん、あるでしょ。あります、ねね、でもいいのよね、はい、お話しできることは何でも話して共有して、うん、そして前に進みましょう、はい、うん、もう焦らずね、ゆっくり、うん、話せることから話して、ね、そうだね、いただきたいと思いますので、うん、さあ皆さん CM の後もこちらで、ね、佐藤ご夫妻をですね招きしておりますのでお話お伺いしたいと思います。FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けしています、はい、今日、うん、佐藤ご夫妻、はい、お招きして、うん、お話をお伺いしてました、うん、まあ、今まで美味しいお話の、ね、チーズケーキ、うん、ね、今作ってらっしゃるという話を伺いましたが、うん、このインフォメーションまた後ほど電話番号とか ね、うん、最後にね お話ししますから、皆さん今のうちペンを取りに行っててくださいそうそうそう、ね、紙も用意してて、そうそうそう、ね、その前にですよ、うん、まあ、さっき陽一さんからの話にあったように、はい、PTSD、うん、まあ、これ皆さんよく耳にしている言葉だと思うんですけども、うん、本当に震災が起こってすぐよりも時間が経てば経つほど、今被災地の方々も被災地外にいる被災した方々も増えてますね。そういうふうに聞かないですか、陽一さん、どうですか。そうですね、PTSD が一層出るんであれば早ければ早いほどいい、うん、そう、今、見てくださってる先生にもそうは言われました。中には、うん、もう5年も6年も経ってから、うんうん、そういう症状が現れる方がいらっしゃるそうなんですけれども、より重篤な状態で出てしまう、うん、ですから、こう自分たちのような形の被災ばかりではなくて、うんうん、今関東とかああいう、うん、なんて言うんでしょうね、要はその
福島原発事故からの、うん、その避難もなさっている方々、うん、子供さんを抱えているお母さん方、母子避難の方々ですね、ああいう方々のそういう、気持ちの、うん、気持ちを考えると、うん、本当にもう自分は男ですけれども、でも本当に辛いもんがあるだろうな、うん、本当に思います、うん、またこの、まあ、PTSD というのを発症するにはいろんなのケースがあると思うんですね、うん、でこの被災の具合も人それぞれ、受け取り方も人それぞれっていうことがあるし、はい、だから一括りには全然話はできないわけなんですけども、まあ、そういった点では例えば自分の目から私の例えば目から見てこのぐらい大丈夫だろうというものがその人にとってどうかということはその人が判断することであるということがあるじゃないですか、はい、そこが見えないところだからこそなおさらのこと難しいこの問題でなっていくと思うんですけども、はい、なるほど。と陽一さんは最近ですかこの PTSD っていう診断を受けたのは。沖縄に来てからですね。病院にかかって、それまでは特に不眠であったり、はい、そういうようなことは、震災以来普通にこうなるもんなんだなっていう気持ちが自分の中にあったもんですから、特にそれがその病名に結びつくような、うん、そういうものであるという自覚もなかったんです、うん、風さん、はい、ね、いつも横で ね支えてくださってる、うん、いらっしゃってどう感じられましたか。こうそばにいるだけなんですけれども、うん、こうテレビの映像が出てくると、うん、こうなんていうのかな、こう涙ぐんだりしていて、うん、で思い出すようで、うん、だからあまりテレビはつけないようにしてましたね。私たちがこういうふうにまたお聞きすることでね、またいろんなことを思い出させてしまうんじゃないかとか、うん、そういうこともねちょっと思ったりもするんですけども、うん、ただでもね、私一番伝えたいのはリスナーの方々に伝えたいんですけど、普通に見てたら普通なんですよ、わからないじゃないですか、うん、そこでこういう心的な自分でこう苦しい思いをしているということを自分で言わなければ、うん、あるいは誰かから教えてもらわなければわからないぐらい佐藤さん5歳、うん、普通にしか見えない、うんうん、っていうことを私たち被災地外の人間はもっと知るべきじゃないかなと思うんですよね、うんうん、皆さん平気な顔して歩いてるけど違うんだよっていうことですよね、うんうん、どういう一回被災してしまったものはもう消えない、でこれは生きてる間ずっと思い出すだろうこと、うん、で私たちの被災地外にいた人間もそうですけども、うん、私たちが生きていくこれからの社会はずっと震災のことを、うん、と共に生きていくわけですよ、うん、防災一つ、うん、この PTSD 一つね、うん、被災地外にいる私たちも理解をしていかないと共に過ごしていくってことにならないんじゃないかなと思ったりするんですけど、うんうん、そうですね。風江さんと陽一さんは、うん、この震災で大変な目にお会いになられて、でそこからはいつ沖縄へ向かわれたわけですか。まず、うん、私の甥っ子の結婚式が19日にあるっていうことで、はい、うん、3月19日去年のですね、はい、うん、それで、うん、もうチケットはすでに取ってあって、うん、それですごい、その地震の後に、うん、道が寸断されていて飛行場までが行けなくて、それでタクシーの運転手さんに、うん、どうにか行ってもらいたいってお願いして、うん、はい、どこの空港までですか。福島空港。福島空港まで、うん、はいはい、それでお願いをして、うん、それでやっと福島空港までたどり着いて、うん、それでチケットは19日だったんですけれども、はい、それを変更してもらってすぐに大丈夫でした。あ、そうなんですか、はい、それで伊丹空港経由 で、はい、で沖縄に来ることができました。あ、はい、で飛行場の中も、うん、
すごい人がたくさんいて、うん、であのみんなキャンセル待ちをしていて、うん、あの小さいお子さんをおぶったお母さんとかがたくさんいて、うん、それでどうやってチケット取ったのって聞くんですよ、うん、それでなんか申し訳ない気持ちでいっぱいで、うん、そういうこともあのうちの人はこうずっとなんか申し訳ない申し訳ないっていう気持ちでいますね。与一さん優しいんだね。優しくはないです。私そんな風に思わないかもしれないもん。ねえ本当にね、そうなんだよね。えそれで実際乗ったのはじゃあ19日のチケットを何日に振り返って乗ったんですか。12日。あもう本当すぐに。そうですね。すごい。あでもその行動力があったから来られたんですよ。うん、そこから先しばらくしてはもう本当に大変だったんですから。もう仙台からだって。で福島の方が近いけども、うん、でもずっと秋田までみんな行ってチケット探しに、うんうん、で山形まで出るために、うん半日以上雪降る中バスを待って外で待ってから乗ったりとかあったんですもんね、うん、あもうでもこれすごいよ見てください、うん、みゆきさん、はい、1月21日去年のにもうチケット買ってるわけですよ、うんすごい1月、うん、その3月、ね、19日に乗るね乗るためだったチケット結婚式に、はい、行くためもうまあ呼ばれてるんだ呼ばれてますね、ね、私たちユタでもノロでもつかさでも何でもないですけど最近これを分かるようになってきましたね呼ばれてるんだなとかね。でもそういうのってありますよね、うん、なんかこの時に限ってこうでしたっていうことがすごく積み重なって、うんうんうんっていうのがねありますもんね、うん、あそうだったんですね、うん、そしてこちらにいらしてからじゃあ稲垣先生とお会いになって、うん、でかそこでちょっと拠点を見つけてじゃないけど、はい、少しほっとする場面がありましたねじゃあ、そうですね、うん、ね本当沖縄の皆様にはお世話になりました、うん、いやいやいや、うん、いやって私が代表して代表して言うのはおかしいんですけどあのね、うんうん、あれですよでもみんなやっぱりなんていうのどこでもどこで起きてもおかしくないことなんですから、うん、って思うんですよね、うん、から私もねよく、うん、あの東北地方の友達言うんですけど、うん、もう私たちが台風でもうあの家もなくなったらこっちに来るから、うんうん、その時よろしくねって言ってね本当にどこであってもおかしくないことが起きてしまって私たち被災地外の人間としてはもう皆さんだけにこんな大変な思いをさせてしまってと、うん、本当に帰って申し訳なく思います。だから生き抜いていただきたいし、うんうん、そうですね、そう頑張ることを支えられるような私たちでありたいと、うん、はい、思いますので、はい、何でも言って矢内さん、和也さんそう何でも言って、ねね、本当に、うんね、で一緒に乗り越えていきましょうよ、うん、はい、ありがとうございます、ね、いやいやいやありがとうございますじゃないね、うん、本当に、うん、もうそうやってあの戸口の防災の訓練の時だってそうでしょ、はい、うん、そうやってお知恵を私たちは拝借しなければわからないことがいっぱいあるわけですから、うんうんうん、ですからあの決して沖縄にだけ、うん、読谷村にだけお世話になってるとかそういうふうに思わないでいただきたいし、うんうん、ね、私たちもあなた方がそばにいてくださるだけで、うん、っていうことがたくさんあるんです、うん、そうなんですよ。嬉しいね。ゆうちさん。いやいやいや。ね。ね、うん、本当に、うん。思うよね。思いますよ。もう、ゆうちさん、かずえさんがですね、ここまた読谷村に、ね、うん、来てくださって、こうやってお話をしてくださってるっていうだけでも、ね、私たちはすごくためにもなりますし、全然わからなかったことなので。そうだよね。うん、それを知るっていうことも、とても大切なことではないかなとね、思います。はい。まあ、原発の地域ということで。そうなんですよね。まだまだ大変ですよね。今、うん、私もですね、私の友人もあちらにたくさん住んでいるので、うん、あの今から仮設に移るから、春物の衣類をちょうだいだとか、うん、あの今まではね、避難所だからまだほら、あと人のうちに住んでたりとかするから物たくさん置けないのであんまりいらないって言われてたんですけど、うん、今からだったらちょっと置ける場所があるから、うん、でも送ってちょうだいって言われたりするんですけど、うん、どうですか、現地とご連絡をお取りになることは今もありますか、与一さん。ありますよ。どうですか、あちらは。いわきには、はい、その原発避難者の方々 の仮設住宅が、はい、今ものすごい増えてきている。なるほど。でそれで、なんて言うんでしょうかね、
ていいのかと、うんうん、温度差がやっぱりどうしても出てきてしまって、うん、でしかも、多分あのニュースなどで流れましたんで、はい、皆さんご存知かもしれませんけれども、あのいわき の、 あの責任ある方が、うんうんうん、その、うん、原発避難者の方に対してちょっとこう心ないようなことを発言してしまったということもあって、でそれに対してものすごい反発をする人もいれば、あのよく言ったなんていう人間もいるし、同じ住民の中でもね、ですね、本当に、で同じ県でありながらもうそうですから、あのましてや自分たちのようにあの沖縄にあの避難している被災者同士でも、やはりそういう壁というのがあるように自分は感じてます。わかります。あるように感じてしまう、その言葉が本当一番よく表していると思うんですけど、誰もそういうふうにもしかして気にしてないかもしれないけど気になってしまうってことがあるでしょうし、みんなそれを抱えてるからこそなかなかこう本当のところっていうか、そう、どう思うって聞けないっていうか、人の意見をね、こうそこまで聞けないみたいなところありますよね。それはあの福島の方ならずとも本当に宮城岩手からの方々もおっしゃってます、はい、でまるで自分が逃げてきたように思うとね、言うんですよ、そういうところがまた苦しくなるという話をね、されるんだけど、そんなことないよね。ない、全然ない。だって自分の人生だもん、自分でどうやって切り開いていくかっていうことも考えないといけないことだし、そうですね、はい、さあね、本当にいろんな話も本当にですね、もう思い出したらね、とても苦しいと思いますけれども、さあ私たちはもうこうやって佐藤さんちの言葉を皆さんに伝えていく、っていうのがもう役目ですので、はい、また CM 明け最終コーナーに移りたいと思います、FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために、頑張ろう日本、頑張ろう読谷。あー、私たちちょっと、はい、コーラス隊ぐらいだった、コーラス隊だった今、ね、ハモってた、ハモってたね、ありがとうございます、ありがとうございます。突然振るんですよ私ごめんなさいねちょっとびっくりしました、はい、みたいな、いやって言えないような状態で振るんですそうなんですね、でもありがとうございます、ありがとうございました、はい、いろいろと今 CM 中にも、うん、あの与一さんとねお話ししてましたけども、まあ私たち沖縄のことで言うと、あのね、雪の問題がありましたよね、青森から雪を持ってくるって言って、それが汚染されてるんじゃないかとかっていうね、その
心配の気持ちっていうのが、こちら避難してらっしゃる方々の、ね、心配する気持ち、うん、ここにせっかく大丈夫だと思って逃げてきたのに、ここに、うん、なのにここにそういう雪を持ってくるのっていう心配する気持ちをよくわかると、陽一さんが今ね、うんうん、お話しされてましたけど、うん、あの親の気持ちですよね、本当に。ですから、あの本当にこう、例えば南ベクレルとか、うん、そういういったものもあるんでしょうけれども、うんうんうん、でもその前にあの本当に子供を持った親の気持ちから、うんうん、そういう心配がやっぱり湧いてくる、うん、その本当にその気持ちは、それはそうだね、もうそれは誰も否定できないと思うし、うん、っていうかその、うん、何が正しいか分かんないからですよね。そうなんですよね、東電もあんなだし、うん、国もこんなだしみたいな、誰を頼っていいか分かんないし、うん、でまたこの自分で買ったと思った線量計がね、私の友達の話ですけど、うん、そしたらあんまり、まあ、高価ではない線量計だったみたいですよ。そう、誤差がすごいって言うんですよね、うん、そしたらじゃあ誰を何をいつ信じていいのか何も分かんないっていう、うん、状態を言っていたけど、その気持ちはあるでしょうよ ね、 そうですね。だからこれが例えば国が言ってることが絶対正しいって分かってたら、うん、国の言うことをまず聞こうと思うじゃないですか、うんうんうん、でもそうでもないと、うん、なったところで不安になるんだろうなってことですよね、うんうんうん、でも陽一さんと和江さんはこの、まあ、今ねその放射能とかいろいろあったりとかすると、うん、食のこととかいろいろ問題になってますけども、そういった点でこのチーズケーキっていうことを考えたときに、なんか思われるところはありますか？それはもうあの、うん、そうですね、あのそれがその1800円っていう本当ちょっと、はい、割高のお値段になってしまってるところでもあるんですけれども、はい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 、もうあの本当にあのなんて言うんでしょう、あの産地にはあの、うん、こだわってます。なるほど。今まで以上に、うんうん、1800円高くはないんじゃないですか、高くはないですね、うん、でも本当にあの陽一さんが言うように、うん、この産地のものをこだわってるってあるじゃないですか、うんうんうん、北海道のカマンベールチーズと、うん、すごいでしょ、北海道って隣じゃないよ、ね、隣じゃない、はるか本当にそうなんだ、そう北海道ですよ、ここ沖縄、うんね、すごいね、北海道のカマンベーチーズと、はい、マスカルポーネチーズ、クリームチーズ、3種類、すごい、こだわりにこだわってるでしょ、あやっぱそこに ね、 ねポリシーが出ているという、うん、でもまあ別に高いと思う、これがもし1センチぐらいでこの値段だったら私もちょっと考えますけど、うん、7センチもんだよ、1センチはないない、7センチもんのないそう、うん、いいんじゃない、うん、今買いたくなってると思う、みんな、あメモのご準備よろしいでしょうか、みんな多分ね、うん、私たちが喋ってる間に取りに行って、はい、いつまだだって言って、はい、じゃあ、ね、それをじゃあ和江さんの方に、うん、行っていただきましょうかね、はい、ぜひぜひ、はい、じゃあ和江さん、予約の方法、ね、はい、うん、できれば前の日までに予約していただければありがたいです、うんうん、はい、電話番号が 098-989-9856、はい、空風です。お、よろしくお願いします。あ、なんか空風入ってんのかと思っちゃった空風空風空風、はあ、空風連呼してるそうそうそう、で、うん、これまだあのお店の方ではまだ食べられないんですよね。はい、そうなんですよ ね、うん、ね、カフェではない、ね、うん、でも買いに行って、はい、お持ち帰り専門です。お家で食べてください、はい、あるいはだからこう冷凍のまま欲しいですということもできるんですか。できます、あ、私、うん、あの例えば実家に送りたいから冷凍のいつ取りに行きますとかって言って、うん、はい、大丈夫です、ね、はあはあはあ、がしかし、うん、今はそうなんですけども、はいはいはい、いずれはどうなるんです陽一さん。なんてなんて、いずれ、うん、そうです、あの、うん、今 の、 あの古民家を改造して、うん、中でこう飲食できるように、うん、こんな風にすごいでしょ、今カフェって人気じゃないですか、はい、だから古民家ね、また、うん、そう古民家チーズケーキ丸一丸二が出るんでしょ。あ、丸一丸二、はい、ね、さっき言ったじゃん、ほらまだほらいろいろ出てくるの違う、またいろんなの今改良してるんですよね。改良してるの、はい、
教えなければよかった。美味しいのは私だけにすればよかった。きっとまたね、やつの和さん、みくさんどうぞって。私も、門の前で待っとくもん。怖いって。よしさん、怖いね。食べ物の恨みって怖いですね。ね、あー、楽しみ。ねえ。そうか。本当楽しみなんですよ。ね、うん、まあ、電話番号は989-9856。うん、ね。ですよね、覚えててください、はい、空の風と書いて空風、うん、あ、これどうして空風ってつけたんですか、うちさん。これはですね、ちょっと聞きたかったですね。震災で、はい、もう潰れてしまった、店名はまた違う店名だったんですね。あ、そうですか。で、それで、もう、沖縄から一旦いわきに自分たちは戻ったんですけれども、うん、なんとか、また営業再開させたいと思って、うん、で、その時にもう戻った時にあまりにも何もなかったから、うん、本当にもう空と風しかなかった。でそれで、だったらいっそこれにしようと。原点なんだ、今回の、うん、今ここに住んでいる原点ですよね。だってそれがなければ住むことはなかったでしょうよ。そうですね。この結婚式が終わって3月21日、うん、去年の3月21日にこの飛行機のチケットを持って、うん、きっと帰られてたんですよね、うんうん、そうですね。本当ですよね、読谷村も空も広いし、うん、風もよく吹き渡るし、うんね、うん、そういった点でもこの空風という名前がぴったり で、ね、うん、紅も乗ってるし、乗ってるし、ね、美味しいし、美味しいしね、食べてないしさ、食べてない千春さんのために、うんうんうん、今日なんと与一さんと風さん持ってきてくださってるんですよ。本当嬉しい、ね、よかった、拗ねてみてだから今日は心配しないで、ね、はい、お楽しくしておきますさあ今日はですね、本当にぜひ皆さんにして工夫のチーズケーキ、はい、ぜひ一度でもまた2度3度4度、ね、ずっとね、食べていただきたいと思いますので、これまた新しいバージョンとかできちゃったね、その時に宣伝に来てくださってもあるし、はい、もうね、忙しくて、作るの忙しくてって言ったら私たちがまだお話できますし、うん、言ってください。ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたしますね。さあ今日はですね、素敵なゲスト、こちらですね、読谷村紀南の方に住んでいらっしゃいます佐藤陽一さん、佐藤和恵さんをお招きいたしました。今日は本当に貴重な、ね、お時間、そして貴重なお話、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね、私たちが何か支えてできるのであれば、うん、どんどん行ってください。そうそう、ね、私たち支えてもらってる感じがする私もそんな感じがする、ね、すいませんね、うん、もうちょっと痩せて支えていただけるようにいたしますそ今じゃ重いかもしれない。本当ですよ ね、頑張ろう頑張ろう私たち、はい、はい、行きますよFM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けいたしました。じゃあまたさよなら。